皆さんこんにちは。聖書に聞くコロナ時代を生きるために第5回をお届けします。今回は春日泉先生をお招きいたしました。春日泉先生はご経歴にあるように歌人でいらっしゃり、水亀という歴史のある短歌結社の代表を務めておられます。聖書翻訳事業では日本語担当翻訳者、また司書予言書の編集員として貢献くださいました。あ、先生、素敵なお部屋ですね。そちらはどこの部屋なんでしょうか？夫のレッスン室なんですけれども、本当はあの壁の向こうに私の書斎があるんですけれども、ちょっと道路の音などがこの部屋が一番静かかと思いまして、ここでさせていただきます。あ、そうなんですね。先生のご主人は、鈴木茂明先生という音楽家でいらっしゃいます。はい。では今日はその素敵なお部屋からお話しいただくので春日先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。水汲みは女の仕事、深きよりひそけきものを汲みて太りき。今ご紹介したのが、先生が歌人になられて最初に読んだ歌とのことですけれども、はい、まあ、先生が歌を始められたのは意外と遅いと言っていいんでしょうか。はい、1998年頃でしょうか。はい、うん、歌人を志したきっかけをお尋ねしてもよいでしょうか。あ、はい、祖父も母も歌人でした。それで小さい時から家の中で歌会があるとか、それからまたそこに連れて行かれるとかいうことがありまして、短歌はとっても身近なものだったんですね。で、それだけになんかかえって遠ざけていたというような気がいたします。で、だんだんこう成長しながら映画とか音楽とか、まあ、いろいろなものにこう触れていく中で、いろいろなこう民族が共通に持っている歌や踊りというものがあるということを思い始めました。で、それは人々の心を本当にこう結び合わせるし、奮い立たせるし、困難から本当に立ち上がる力になっている。で、日本人にそうしたものが果たしてあるのだろうかということをこう考えたんですね。で、その中で短歌のこの韻律というのはどうなのだろう。とても短い詩形だけれども、日本人が何かその言葉に息吹を与えるような、そういう力のあるものではないかしらというふうに考えました。それで、まあ、私の中のこう私を発見したいというそういう気持ちもありまして、そういう手段としてとりあえず、まあ、身近にあった短歌を始めてみようというふうに思いました。それまでこう長いこと人生で何か忘れ物をしているという感覚がいつもあったんですね。でも短歌を作るようになってから、その気持ちがなくなっているということにまた気がつきました。で、リルケの若き詩人への手紙という本がありますけれども、そこに自らの家へお入りなさい、あなたが書かずにはいられない、根拠を深く探ってください、それがあなたの心の最も深いところに根を張っているかどうかを調べてごらんなさい、という言葉があります。です、これをね、やっぱり作家の基盤にしようというふうに思いました。あくまでも自分自身のために歌を作っているんですけれども、もしその歌を通してこう読んでくださる方と何か分かち合うことができれば、とても幸いだというふうに思います。で、歌人として、まあ、歌を作るだけではなくて、いろんな仕事があるんですね。結社の仕事もあります。家族のこともあります。あくせくと働いている煩わしいことの多い日常ですけれども、そこに流されない自分の時間を留めておきたいというふうに思っております。先生はこれまで4冊歌集を出されていますが、どれもインパクトがあるというか変わったタイトルに見えます。歌集のタイトルの由来をお話しくださいますか？はい、
第一歌集の題が問答雲というタイトルです。で、問答雲というのは高さの違う雲が気流の関係なのかこう別々の方向に流れていくんですね。そういう雲のことを言うようで実際の雲の名前です。で、いかにも雲と雲がこう問答をしているようなそういう様子からつけられていますけれども、まあ歌を作るというその行為が自己との問答であるということを願ってつけました。それから第二歌集はアダムの肌色というまたこれも変わった名前だと言われるんですけれども、これは映画のワンシーンから撮っています。イスラエルの高校生が弁論大会でアダムの肌は何色かっていうそういうテーマが出されるんですね。アダムは神様に一番初めに作られた人間ですし一番愛された人間だと思うんですけれども、その肌が何色かっていうのはとてもやっぱり肌の色の違う人たちが一緒に生きている中では本当にこれは大問題なのではないかなと思います。で、今アメリカでもね、人種差別また肌の色の問題が再燃していますけれども、まあ、人類の最大の課題なのではないかなと思っています。それからその頃ですね、ちょうど2007年なんですけど、5月10日でした。熊本に赤ちゃんポストができたんですね。日本で初めて置かれた赤ちゃんポストなんです。それを、まあ、私は熊本に行った折に見に行きまして、そこで読んだ作品もその歌集の中に入れました。赤ちゃんを預けざるを得ないそういう人たちもいるんだという、そういうまた赤ちゃんの存在ということもやはり気になることで、そのことも読みとどめておきたいというふうに思いました。それから3冊目の歌集は8月の耳という題です。まあ変わった歌かもしれないですけれども、8月の耳はとがれりバケツ打つ雨音しきりにポツダムポツダムという、まあ、歌からが初めに置いてあるんですけれども、まあ、日本にとって8月というのはやはり敗戦の思い起こす月でありますし、そのことを考えたい。それから満蒙開拓団が本当に命からがら引き上げてきて、そして大日向で長野県にある村ですけれども、そこでまた開墾を始めるんですけれども、そしてそこで読んだ歌もあります。そして第4歌集は潮の行進という題です。で、私は昭和24年の戦後の生まれですから、まあ、民主主義と高度経済成長の中でこう育った世代なんですね。それを疑わずにこう生きてきたと思うんです。しかし今一つ一つこう何かが壊れていくようなそういう音が聞こえるんですね。でこう不安が募っていく、そういう中にあってどういう態度で生きたらいいんだろうとこう、まあ、思ったりするときにふっと浮かんだのがマハトマ・ガンジーの潮の行進の様子で、そして、まあ、細いすねでね歩いて、そしてその丸い眼鏡の奥のこう瞳がとてもこう柔和な感じがいたしました。非暴力による非服従運動、まあ、それを思った時に何かこう希望を感じたというか心に灯るものがありまして、歌集の題名としました。まあ、今5冊目は準備中なんですけれども、こういう歌集にしようと思って歌を作っているのではなくて、まあ、ある時期の歌をまとめてみると、まあ、テーマが立ち上がってくるかなというふうに思います。先生は水亀という短歌結社の代表であり、また NHK の介護百人一首やカトリック新聞の短歌欄の選者を務めておられます。歌を選ぶ立場でもあるわけですが、何か心がけていることなどはございますでしょうか。そうですね、結社の選歌
をする場合は毎月毎月、まあ、あのその方々 の, あの作品を見るものですから、やはり指導も兼ねると思うんですね。それで、まあ、あの個性が伸びるように、その人の個性が伸びるように、まあ、添削もするし、それから選果もしています。あと、あの一般の短歌大会とか、まあ、コンクールとかあるんですけれども、そういう場合は、まあ、初めてそういうその方の作品に会うわけで、まあ、感覚と発想の優れた作品を私は選ぶようにしています。で、発想っていうのが私はその人そのものではないかなって思うんですね。それで、やはりそういう歌の方がこうインパクトがあって、こちらに訴えるものがあるものですから、多少あの破綻があったとしても、そういうあの発想の優れた歌、また感覚の優れた歌を選ぶようにしております。で、どんなに、まあ、あの言葉がきちんと整っていたとしても、常識的なものはやっぱり選ばないように、あの、まあ、言い尽くされたようなね、あのことは選ばないようにしております。短歌の歴史1300年ですから、こう今までの人が読まなかった歌を読むってやっぱり大変なことなんですけれども、まあ、なるべくそのオリジナリティというものを大事にしております。介護百人一首はやっぱりあのテーマですね、あのなんていうのかしら、歌のこうなんていうんでしょうね、こう、出来不出来とかいうものも もちろんあるかもしれないけど、それよりもやっぱりその心がどう伝わるかということ、それから介護状況のやっぱり大変さとか、そういうものがやっぱり基準になると思います。歌を読む力っていうのはどのようにつけていくものなのでしょうか。歌はね、読むってあの言弁の あの永久の英と、その英ずるね、その読むと、それから読書の読読む、両方のあのことをしていくことが大切だというふうに思っています。で、短歌の世界には歌会っていうのがあるんですね。で、その歌会でこう自分の歌を発表し合って、あのどのように人に伝わって響いているんだろうか、また他の方の歌が歌のどこに惹かれるんだろうか、それをね、こう体で体験していく、そういう場所です。で、短歌の結社に入りますと、あの大抵毎月あの雑誌を出してますから、あのそこに締め切りがあるわけで、もう否なしにこう作らなければならないですね。あの結社の中で歌を投稿する人たちは作者でもあり、また読者でもあるんですね。だから、まあ、あの人数の多いところですと、それだけ、まあ、日本中に、まあ、私の結社ではドイツとかハワイとか、まあ、海外の人もいますけれども、そういう人たちがこう読者にもなってくれてるということなんです。鑑賞し合える仲間がいるというのはとても幸せなことだと思います。で、発表をするということはやっぱりもう作者の手から作品が離れるわけですから、自分一人の、まあ、一人よがりの歌ではなくて、作品としてあの作らなければっていう、こう意識になると思います。で、とにかくその1300年以上の、先ほども申し上げたように歴史がありますから、和歌で、和歌から近代短歌、それからモダニズム、そして、まあ、戦後は前衛短歌、そして交互短歌っていうふうに、まあ、様々なこう短歌の中では挑戦があって、多彩でもう膨大な作品が生まれています。で、そういった作品を読む、味わうことも、まあ、発想の刺激を受けたり、表現力を身につけていくということにもつながるというふうに思います。それから、毎年8月15日、8.15 戦争を考える歌人の会というのを、いたしまして、これを私は、ここで10年ほど短歌リーディングというのをやってきました。ここでは、まあ、戦争に行った兵士の歌、それから銃後を守る家族の歌、
原爆や空襲の恐怖、それから戦争孤児の歌、戦争未亡人の歌、引き上げの歌、まあそういうの想像を絶する体験を短歌に託した人々の、まあ、おびただしい作品がありまして、人々のその心の深みの感情っていうのが五七五七七のこのリズムをと伴って湧き上がってくるものではないかしらってさえ思うんですね。で、日本人の心と、まあ、密接に結びついた詩形で、このリズムというものが長い長い時間をかけて培われて、そして日本人の血肉として備わってきたのではないかしらと思います。で、農耕との関わりということも思うんですね。田植えとか田打ちとか、こういった仕事は他の神様に感謝をしながら、まあ、仕事がはかどるように歌ったというふうに言われます。で、その時のその体のリズムとも深く関わっているかもしれないんです。で、日本語は強弱アクセントではなくて高低アクセントですから、滑らかな調べも生まれてくるんですね。日本語に本当にふさわしい詩形だというふうに思っております。で、その、まあ、8.15 の歌人の会で作品を朗読するんですけれども、まあ、作者に寄り添って読んでいますとね、なんか途中から作者の声なのかしら、私の声なのかしらって分からなくなるような感覚に襲われます。言葉には魂が吹き込まれているのかしらと思うんです。その人たちは決してその短歌を学んだ人たちではないですね。まあ、たった31音の短い詩形なんですけれども、これは日本人にとって心の器であり恵みの器であるというふうにこの頃確信するようになりました。短歌って難しいものだと思っていたんですけれども、先生の歌を今回読んで、そしてお話を聞いて、少し身近に感じられるようになりました。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。視聴者プレゼント企画第2弾、聖書を読んだ30人、夏目漱石から山本五十六までに多くの方々からお申し込みいただきました。ありがとうございました。厳正なる抽選の末、見事当選された5名の方々のハンドルネームを発表いたします。グリーンアップルさん、ココロさん、ハンナさん、 JJ さん、田中治さん、以上5名の方々おめでとうございます。プレゼントの到着をどうぞ楽しみに待っていてくださいね。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。 Twitter、Facebook もやっています。フォローいただければ幸いです。よろしくお願いします。